ように上げていきます。で、海外移住ご希望の方からですね、 YouTube の活用、企業の場合、個人の場合、まあ、中小企業とか零細企業のような企業の場合ですね、あとまあ個人の場合ということなんですけども、まあ、YouTube っていうのはですね、ランチェスター戦略にすごく向いているとっていうのはですね、ロングテール、要は弱いキーワードでですね、だんだんですね、そのメディアを強くしていくって考え方があるんですけども、これがですね、YouTube の場合タイトルだけでできてしまうんですね、動画タイトル。今まではですね、例えばまあブログの記事はですね、タイトルはもちろん大事なんですけども、見出しですね、それぞれ見出し、あとは見出しの中の本文にキーワードを散りばめていくっていうようなですね、ホワイトハットの場合にでもですね、やっぱりキーワード対策が重要なんですよね。まあ、そんな中でですね、YouTube の場合はですね、こういう編集もいらないですね、まあ、いい加減な動画内容だとしてもですね、動画タイトルが重要だと。要は、きちんと調べたいという人、が、検索できて、